皆さんこんにちは。今日はですね、自転車と前立腺がんの関係についてお話したいと思います。ご紹介したいと思います。私もですね、中年男性なんでよく自転車をですね、乗るものですから、なるべくですね、こういう機会にですねちょっと調べようと思いましてね、いろいろ調べさせていただきました。そうするとですね、こちら、いろんなねインターネットの情報なのですが、長時間のですね、サイクリングは危険と書いてありますね。前立腺がんの発症リスク2ということでね、ある週刊誌が書いておりました。自転車ブームと言われてね、流行は別としてですね、都心部地方を問わず便利な生活の足であることは間違いない。ただし乗りすぎは禁物だそうです。先月、A ロンドン大学の、研究グループが、男性機能とサイクリングに関する調査報告が出されました。研究者らは2012年から13年にサイクリスト約5000人を対象とした調査を実施。自転車に乗っている時間と自己申告による勃起不全のユーム ED ですね、医師の診断による男性不妊及び前立腺がんの発症との関係を調べたと書いてありますね。調査結果では自転車漕ぎの時間と ED との関係は示されなかったが、流行している、ペニスがサドルに圧迫されて生じる自転車 ED ですね、この調査においては否定されたことになるということですね。とりあえずは、安全だったということですね。あんまり因果関係がなかったということですけど、この先がまだあるんですよ。もともと自転車 ED は、自転車競技の、選手や、長時間ですね、週に24時間以上自転車に乗っている、米国の警察官などを対象とした調査結果が注目されたもの。日常生活で、乗る程度ではあまり関係がないかもしれない。男性不妊についても同様の結果だったと書いてますね。男性の、性器がですね、役に立たないようになるかどうかっていうのも調査したみたいですね。でも結果的には今のところね、それはなかったということです。でもここからが重要なところです。ところが50歳以上の男性では1週間あたりの自転車漕ぎ時間が長くなるほど、前立腺がんになるリスクが、向上することが判明したと書いてありますね。例えば1週間あたり、8時間から9時間を超えて自転車を漕いでいる男性の前立腺がんリスクは、4時間未満の男性の、6.14 倍に跳ね上がったと書いてあります。1日あたりに換算すれば1時間強、50歳を超えて自転車通勤をしている男性はハイリスク群に該当すると思われる。1時間以上ね、50歳を超えて自転車に乗ってはですね、リスクがあるということが証明されたみたいです。研究から指摘されている自転車のリスクは性機能に関するものが多く、前立腺がんとの関係について、調査結果が今回は初めて、もちろん自転車前立腺がんという因果関係が証明されたわけではない。しかしがん年齢の40歳を超えたあたりから自転車漕ぎの時間を徐々に減らしていく方が無難であろうと書いております。私もね、いろいろ他のね、インターネットやら、WHO のね、一応サイトを見たりしてですね、結果的にはやっぱりね、40歳を超えたあたりからですね、自転車をあんまり、乗りすぎないようにということでね、平均50歳を超えてね、1日1時間以上乗ってる方はですね、前立腺がんのリスクがですね、普通の乗ってない方に比べてですね、リスクがあるということを証明されたみたいです。対策としてはですね、例えばサドルでもですね、今はね、前立腺を刺激しないようなサドル、穴が開いてるようなね、こう真ん中から開いてるようなね、サドルが売ってますよね。そういうサドルに乗り換えるかですね、
あとはですね、まあそんなに、なるべく、1時間以上乗らないかというね、まあ、50歳を超えてですね、そういうリスクをあるので一応、そのリスクを、ね、解除するためにもこういう対策は必要ではないかなと私は思います。まあ、ではですね、今回はですね、まあ、自転車と、ね、前立腺がんの関係でありました。まあ、ただね、まだはっきりとした、ね、因果関係っていうのはなかなか、ね、研究がそんなにめちゃくちゃなされてない分野なのでまだまだ分かりませんが、まあ、一応ね40、50を超えてね、まあ、特に50歳を超えた方はですね、自転車を1日1時間以上はね、乗らないか、それか、前立腺を刺激しないように、サドルにね前立腺の穴が開いたね、サドルなんていう、ね、ものかちょっと忘れましたが、そういう自転車のサドルを、買い替えてですね自転車に乗るのがベストだと私は思います。それではですね、今回は動画の視聴ありがとうございました。面白い動画、ためになる情報、最新情報を発信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。